はい、こんにちは、速稼塾のブです。今回ですね、新潟の舞姫さんと言われるね、方から、まあ、占いを送っていただいたんですよね。今回の占いっていうのは、まあ、私の多分、悪い予感シリーズをね、ご覧いただいた上での占いなのかなと思いますけども、やっぱりね、この今、この状況ですから、先行き不安ですよね。で、この不安っていうのが、舞姫さんの占いによると、まあ、私も感じてるんですけども、新しい時代の海の前の苦しみなのかなと思ってるんですよ。で、今までおおむね50代以上の方ですけども、まあ、デジタル化の流れにですね、なかなか取り組めなかった人でも、割と高い給料をもらったりとか、既存のビジネスをなんとかね、長続きさせるためにインバウンドに、依存したりとかね、まあ、いわゆるキーワードとしては依存ですね。旧世代の余力に依存していた方とか、内需ではない外需に依存していた、そういったマーケットが今回もろくもね、崩れていって、そのグローバリズムっていうのに依存した形が、実はね、そうではなくて、ローカリズムってものを軽視した結果だっていうことがね、ちょっと難しい言い方になりますけども、まあ、見えてきたのかなってところなんですよ。で、この占いではですね、今回はいろんな破綻とかね、将来先行き不安なことがあるけども、でも実際日本っていうのは急速に持ち直して、その時には新しい、メンバーがね、若い力が若い国ってものを取り戻すんだと、再構築するんだっていうことが、まあ、見て取れたわけなんですよ。で、私も結局ね、これから世の中悪くなるけども、なんで悪くなるかっていうと、その、まあ、風邪をひいた、はい、今回の状況っていうのは、風邪をひいた時に人間でも熱が出るようなもんなんですよね。熱が出ていって、まあ、あるね、ウイルスは死滅していって、で、強化された肉体が次のフェーズに向かうって形なのかなと思うんですよ。現在この日本という国はですね、まあ、世界もそうなんですけども、確かにものすごく苦しんでらっしゃる方がいると思います。で、政府のね、補助も行き届かなかったりとか、それからまあ、救済ってものがね、なかなか動いてくれなかったりするんですよ。その間で、本当地獄の苦しみのね、上、のたうち回って、マーケットから去っていらっしゃる方もいると思うんですよね。で、今日ちょっとね、クローズアップ現代を見ていたんですけども、その観光バスの会社がですね、本当に真面目に勤めてらっしゃった方が、バスの、観光バスの需要がなくなって、本当に解雇宣言されたりとかね、家族を抱えて不安に、駆られているっていうような状況がありましたけども、まあ、そこへ、翻ってですね、今20代とか30代で、自分の事業してる方はどうなのかなと思った時に、結構ね、インターネットの活用によって、変化できる、その素養もね、残したまま事業継続って今でもしてると思うんですよ。まあ、例えば飲食店だったら、いち早くお弁当とかね、持ち帰りとか、ウーバーイーツとかに転換できたところ、そういう情報やノウハウがあったところっていうのは、まあ、売り上げはね、ちょっと苦しいんですけども、先が見えない話じゃないっていうところに今向かってると思うんですよ。で、おそらくこういったものが次の時代のビジネスになると思いますし、それからね、今日はね、どっかの博物館が、東京がどっかの博物館が VR で入館を可能にしたっていうね、在宅にいながら博物館が見れるみたいなね、以前ルーブル美術館の入場を VR でやるみたいなことを私の動画でも紹介しましたけども、もしかしたら博物館っていうのは、映画もそうかもしれませんけど、2つに分かれていて、大半の在宅で、無料でね楽しむ人と、迫力を求めて実際その現場に行く少数の人とっていうふうに、まあ、二極化するんではないかなと思うんですよ。やっぱりね、絵とか彫刻っていうのは、本当は肌触れ合うような距離で見た方が、感じるものが多いと思うんですよ。ただやっぱりインターネットを通じてでも、感じれる人は在宅から感じると、VR で感じるってことも今できるのかなと思いますし、今回ね、VR みたいなビジネスが台頭していって、それがね、かなり強くなっていくのかなっていうところもありますし、まあ、タクシーとかもね、そうなんですけども、これを機会に人力のタクシーっていうのは確かにね、リスクがあるなってことで、やっぱり人が運転すれば事故もありますし、いざとなったら解雇するにできないっていうの状況もあったり、で、解雇しなければならないマネージャーの決断とかね、ありますんで、そういうこと考えたら、最初から無人のタクシーっていうのに、まあ、シフトしていくのかな、自動運転車をね、活用して。それから観光バスも同じような形ですよね。どん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 、無人にできるテクノロジーがあるところはもう無人にしていくと。で、今回の騒動っていうのはきっとね、ハンコもなくなると思いますし、無駄な出社もなくなると思いますし、テレビのバラエティ番組とかトーク番組はもうね、なんか在宅からワイプで抜きまくって、一つのスタジオに集まるみたいなことになるんではないかなと思うんですよ。そうなるとやっぱり、ね、出勤する人も減りますしね。要するに、スタジオにタレントが来るってことは、スタイリストさんとかヘアセットの方とか楽屋を用意する方とかね、
飲み物とか弁当を手配する方っていう風に、一人のタレントさんに対して何人もの裏方さんがつくんですよね。カメラマンも必要ですし、それから AD さんとかもいると思いますしね。事前の打ち合わせとかミーティングとかむちゃくちゃ長いと思うんですよ。うん、でも在宅からちょっとね、自分の自前でヘアスタイルちょっと整えて、でお風呂に入った後服を着てみたいな感じで出演時間を迎えたら、まあそういうのがいらなくなりますんで、かなりのコストカットになったりするのかなと思うんですよ。でもちろんそういうふうなコストカットの裏には、それまでの職場を追われる方がいると思いますけども、職場っていうのは結局ね、どの時代でもなくなっていくものなんですよ、うん、で10年前にあった仕事で今ないって仕事もありますからね。30年前にポケベルの会社がブワーッと広がって、 PHS のショップがブワーッと広がりましたけども、やっぱり今はないわけですよ。そういうふうにして、あの電話のね、交換士の方とかね、昔はあったけど今はないみたいな、そんな仕事の繰り返しなんで、今非常に苦しくって業界ごとなくなってしまうみたいなね、そんな分野もあると思うんですけども、それは時代の移り変わりで、どう保護してもなくなるべきものだったっていうふうに、もうね、これは数年後に振り返るんじゃないかなと思うんですよ。はい、今回の動画のまとめですけども、占いをね、やっていただきましてありがとうございました。私もね、自分自身の考えが整理できたのと、悪い予感はするんだけども、それに対して突破口がないわけではないなっていうふうの再認識できました。まいひめさん、これからも動画の方送ってください。ありがとうございます。